じゃあ皆さん、朝グローブやったんですけど、これからちょっとバッティングいきます。ちょっとバット見せてください。これがですね、ローリングスのハイパーマッハフォースマスターっていうシリーズで、このハイパーマッハシリーズめっちゃ続いてるんだよね。今回のやつ特徴、軽量を空気で飛ばす。ちょっとこれ後で袋開けてもらうと、ちょっとこうグリップっていうかね、こうグッて乗るから、その辺ちょっと体感しながら打ってください。でこれは金属ね、まあ、ジュラルミンってやつ。ちょっと今から打ってもらって、打感、振りやすさ、まあいつもとの違いでいいかな、その辺ちょっと聞いていこうと思います。じゃ準備してください。はい、はい。まあ、これは俗に言うあの金属バットなんで、軽量で、まあ低学年でも振れるって感じ。はい。4年ぐらい前に軟式のルールが変わって、イボイボのやつが昔使いたいんだけど、それが製造が中止になったのよ。使ってはいいんだけど、でいろんなメーカーはそのイボイボを使わずにどう作っていくか、飛ばすバットを作るかっていうので、ちょっと触ってもらって、このこれボールの軟式のボールをこうグッてスピンかけるの、わかる？ちょっとこれ触ってみて、よーくこのかける感じわかる？サラサラしない？そう、縦に触るとサラサラだけど、ボールは横にかけるじゃん、うん、だからそうそう、だからそこちょっと打ってみてどうかっていうのでやっていこう。はい、おお、めっちゃいい。ちょっと撮影だから、これは金属。おお、いい。おお、いいね、いいね、いいね。いつもより、いつもよりめっちゃいい。しょうちゃん試合で来てるんだよ。おお、つなげだからっていう。ちょっと今軽く金属打ってどう？力が打った後に当たっただけだと飛ばないから、うん、強く振らないと飛んでいかないから、うん、いつもの金属よりこっちの方が打ちやすい。打ちやすい。軽さはどう？軽さはいつもの金属よりは軽い。軽い、うん、なるほど。じゃあちょっとまあ振り回しがいいって感じかな。うん、いいね。次誰が打つ？大絶賛だ。打った後軽そうだもん。めっちゃ軽い。これ振り切れる。いつもよりなんか軽く、なんか捉える。軽く見える。打ってる感じも。はい、ちょっと今打ってみて、まず一番感じたのは？振りやすくて、打った時に肩に持ってこれるみたいな感じ。振り切れるって感じがすごくあって、使いやすいなと思いました。全然軽いです。その振りやすさがやっぱ来る。はい。で当たった感じは？すごく軽くて、ボールに当たってないような気がするぐらい軽い。はい、ガチって噛むっていうよりかは、はい、ふわって乗る感じね。はい。おー、いい打球。おお、いい。おー、それそれそれ、これ一番いい。ちょっと打ってみて、まず一番に感じたことは？一番感じたことは空気があるっていうので、うん、いつも自分が使ってるバットと違って、違う打球が飛んでいくっていうの感じます。それは何が一番違った？こっちの方が持っていくのが楽っていうか。力の感じとかどう？こっちの手に来る力の感じはいつもとは違って軽い。軽い。あとはその弾き方だよね。どっちが好みかだと思うんだ、人によって。それはどう？こっちの方が飛んでく打球が伸びるみたいな。ライナー系は？はい。そう、このバットはライナー系強いから、操作力と中距離から伸ばしていくのはこっちの方がいいかなっていう。はい、おー。
ケー、いいね、今のいいね。ゴーター当てるまでやる。オーケー。今のが一番いい。もう一回終わんない。もういい。その感じいこう。おー、それ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 。いいよ。ナイス。そのライナーや。おー、ナイス。めっちゃいい。ちょっと打ってみて。第一印象ください。軽いし。低学年にもおすすめで、うん、自分も使いやすいので使ってみて。なるほどなるほど。手の威力が上げつきやすい。まあフリスイングスピードが。スイングスピードが速くなる。その空気感じれた？感じれた。打った後なんか軽く感じます。ああ、それはやっぱみんな言ってるけど軽いのか。はい。当たった感じが。軽いです。なるほどね。触れてはいる。いいね。でも飛ぶの。いいね。使いやすそう。ね、オーケー。おー、いい。長いんだ。うん、だから結構短く持ってる。おお、いいよ。おお、ナイバッチ。打てるね。打てる。おお。打てるってそれでも。じゃあ俺も次左で打つ。俺も次右で打つ。うん。でも これすごいね。ね。なんか回転数が多いって感じ。回転数感じる？はい。そこまでいったら相当すごい。おっしゃ。結構なんか回転かかったりやん。マスター打ってみてどう？筋力より、うん、当たったら飛ぶ。当たったら飛ぶ。打感、この当たった感じはどうだった？手の感じは、うん、こっちの方がなんか打った感じ。オーケー、わかりました。オッケー。あのセンター方向に。おい。グリップを持ちやすい。やばい。そんなとこ。やっちゃう。入った。ロングティーで入った。ロングティーで。ナイバッチ。さあ行け。おっしゃ。おや。おお、いいね。おいいとこいる。おお、いいとこ。外野5人いるからな。ツーアウト1、2塁。ナイスバッティング。わお。おお、ナイスキャッチ。3人シフトいいな。おお、あっしょ。おお、いい3人シフト。おお、取るな。ナイスプレー。おお、しゃ。おお、ナイスサード。いいサード。やばいよ、しょちゃん。うわ、ナイス。ナイスファイト。ナイスファイト。いいファイトだ。お、キャッチャー。うわ、惜しい。いいファイト。惜しいな。いいよいいよ。キャッチャー、ナイスファイト。いいキャッチャー。お。はい、行くな行くな行くな。オッケー、ツーアウト一塁。おっしゃ、いいバッティング。ナイスバッティング。ツーアウト1、2塁です。おお、いい。ストップ。おい、満塁で回ってきたよ。ツーアウト満塁。分かった。ツーアウト満塁。おー、惜しい。 OK、 ナイスピッチャー。では皆さん、打ちまして、じゃあ感想をまとめてください。このバットは空気が入ってるっていうので、打ちやすいで軽い。軽い。いつも使ってるワニクラッシャーと重さが違くて、あとゴムの柔らかさもワニクラの方が硬くて、こっちの方が柔らかくて柔らかいっていう感じが
かって。このスピンはどうだった？違う。こうやってかかって。うん、この回転がすごく大きい感じだ。ああ、かかる感じあった。はい。はい。いつも使ってるレガシーよりグリップの持ちやすさが。グリップの持ちやすさ、細いかなちょっと。ちょっと細くて、うん、ちょっと使いやすくて、うん、打った後の回転が。回転かかる感じだった。すごくかかってる。おお。空気感はあったあの。はい。空気感あった。はい。いつも金属を使ってるから、うん、これ振って打ったらあれ飛んでったからなんかこっちの方が振りやすかった。まあ学年もう一回かかって4年生になったらありじゃない、はい、使ってという感じですね。じゃあちょっとここにまた向けてお昼休憩ということで、はい、一旦ここで終わりです、はい、ありがとうございました。あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。かさついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの初代日本セットを1名様にプレゼントします。使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチリオにつかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no holdおっしゃ。